した人の、はい、第1位どこで知り合いましたかっていうのが、男女問題研究家の山崎セリコです。本日の恋愛大学のテーマは、運命の人はどこにいるのでしょうってことでお話ししていきたいと思います。本日も東京収録、アシスタントは黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんぜひこのチャンネル面白いと思ったらチャンネル登録ぜひね、よろしくお願いします。高評価の方もお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、先生、今回なんですけれども、はい、運命の結婚相手がいる場所についてということなんですけれども、はい、これがちょっと〇〇だっていうことで、ズバリどこなんですかね。はい、職場です。あ、なるほど。結構もうスタンダードというか、スタンダード。これね、結婚した人の、はい、第1位どこで知り合いましたかっていうのが1位が職場なの、やっぱり。あ、まあ、今って結構マッチングアプリとか、うん、結婚相談所とかこう普及してきたけど、うん、やっぱりそれよりもっていう、もう一番です。だからマッチングで知り合い、あのアプリとか、まあ、結婚紹介所的なところで、私も春から結婚紹介所をやっておりますので、はい、お電話ください。山崎がお世話しますから、ぜひぜひお願いします。はい、だけどあの結婚紹介所的なとこも今6位ぐらいになってるのかな、みんな今、多いのよ。そうなんですね。非常に結構多いから、まあ、職場恋愛は、まあ、1位ですし、この職場恋愛アンケートでは、はい、上司や同僚やね、先輩に好きになったことありますかって言ったら、まあ、男女とも半分ぐらいの人がイエスって言ってる。やっぱり恋に落ちやすいっていうのはあるんですかね、うん、なんかやっぱりそのなんていうのかな、毎日顔見てたら顔も見慣れるやん。そうですね。例えばよ、こんなにイケメンでなくても、うん、で仕事できたらかっこよく見えたりとかさ。あ、そうですね。例えばね、パッと現れて歩いてる分には普通で、まあ、まあ100点満点で言ったら49点ぐらいでも仕事してる姿がかっこよかったら点数上がるよね。あとはスーツスーツマジックね、もう言いますもんね。うん、あるし、うん、でも私ね、職場恋愛ってで結婚するのっていいと思うよ。でも、あ、本当ですか。黒姫ちゃんちょっとあれやね、職場恋愛はもう絶対ないですね。え、それなんで。恋愛をしに行ってるわけではないっていうところと、やっぱりしんどくないですか、その付き合ってて。例えば大きい会社で部署が違ってて、あんまりその社内で会わないとかだったらいいかもですけど、あと別れた時、別れた時嫌やね、これ。そうですね、私も絶対別れたら顔見れないんで、うん、どっちかが辞めないといけない未来でしかない。未来的にはね。ああ、わかる。だからこれ不倫の時もそうやねんけど、よくやっぱり社内不倫ってあるじゃない。ありますね。で、奥さんがその旦那さんの浮気、はい、で旦那さんが妻の浮気を、はい、あ、同じ会社のやつやなって分かった時、一番嫌なんだって。そりゃそうですよね。別れさせても顔見るから。だから、あの、別れさせてもやめてくださいみたいなありますよね。そうそう、だから相談で多いのが、もう怒鳴りかして相手会社辞めさせたいんですって。それはできへんから、今はやっぱり不倫って言ったら、まあコンプライアンスでね、結構うるさくなったけど、ちっちゃな会社やったらそこまで辞めさすとか、そうですよね、大きなところやったら部署変えたりとかするのはね、あるけれどね。まあ、あの、別れた時よね。そうですよね、うん、でもこれ問題点やっぱりね、社内なんて恋愛の問題点って2つあるわ。うん、黒姫ちゃんが言うように、はい、別れた時と、あとね、二股ってバレにくい。ああ、なるほど。なんで書いたら、社内恋愛って会社が表向きしちゃあかん言うてんのこれ、はい、本当はそこまでこうなんて探ってまでやめなさいって言ってるわけじゃないけど、はい、やっぱり風紀が乱れたり、はい、なんか仕事に影響出たらあかんから表向き、はい、ダメですよって言ってたら、なんか乱れた時とか、はい、なんか遅刻が多なったりとかしたら、なんかつける材料ね、言える材料がいるから、そういう子ダメですよっていうのもあるのね、はい、だけど二股もこれまたねしてても、会社の中では普通の顔しておるやん。なんか、あの、好きな目線をパッと送る時もあるし、はい、なんか合図送る人もおると思うわ、はい、だけど付き合ってるってことを自分も友達同僚に言っちゃダメやと思うし。そうですよね、うん、すごく仲いい子には言いたいやろうけれど、はい、でもバレにくいの二股が。確かに。そうそう、東大元暮らしみたいな。正直、その会社の中で会ってた2人で
で喋ってたとしても、そうそうやね、不思議じゃないですもんね。そうそうそう、だからね、つわものはあえて会社の近くでデートするって言った。あー、うん、わかりますこれ。だから半分は会社の近くでデートする、そしたら半分は遠く、でもそんなほら毎日会うわけじゃないから、はい、そしたら何々さんと仲いいよな、うん、ご飯行っててんって言ってもおかしくないように。だからそれが例えばすごい会社の近くでご飯を食べていなくて、遠くで行ってね、知り合った出会った方が、誰かと見られた方が怪しまれるからっていうのでやってるわな。確かに、だって普通にお昼休憩でじゃランチを一緒に食べた、うん、何も不自然じゃないですもんね。せやねせやね。だけど職場恋愛のいいところ、はい、私いつも主人の話出すんですけど私のね、あの今の旦那さんは、はい、私のがブティックをまあまあ20代の時に経営してる時にの店長さんだったのね、はい、でその時別に付き合ってるわけでもないし、はい、どっちかで嫌いなタイプっていう言うこと聞かんからねだけど職場恋愛のいいところってね、はい、相手のねことよくわかる。あ、例えばどっかで、ま、紹介されたりとかしたら、はい、相手は一生懸命取り繕っていい面しか見せへんや。そうですね、ちょっとこういいこと言ったり優しいこと言ってみたりするけど、仕事って一日の うちの半分ぐらい占めてない時間で。そうですよね。そしたら時間ルーズであるとか、はい、仕事でけへんとか頼りないとか、はい、例えばね相手の本性見えるの。確かにそれは大きいかもしれないですね。わかるでしょそれは、はい、一緒に仕事してるほら人もいるじゃない、黒ひげちゃんも、はい、そしたらこの人どういう人かって、ね、仕事してたらわかるよね。大体は意外に短気やとか。そうですね。で意外にその頭ええなとか、はい、私もあるある、この人意外に頭ええなとか、この子いいな、この子アホやなとかあるよやっぱり頭悪いなとかたまにある。ほんまになんでやろうとか。そうですよね、うんうん、すごい有名で東大とか出てても仕事はあんまりできないとか。いや、おるおる。だからね、一回ほんまにね、あの京大とかね、の卒業生とか来たけど、あ、あんまこんなんて。ありますよね。だからうち来てね、逆に思うやん。あ、あかんわこれって。やっぱりそれがあるから、だから皆さんね、心配しなくても、私ね今ね思うねんけどね、ごめんなさいね東大生の方とか、皆さんそうじゃないんですよ京大とか、いい大学出てるからって言って金持ちになってるわけとか出世してるわけではない。そうですね、っていうことをはっきり言えるんで、だから自分の好きなことに打ち込んでちゃんとやれば、そんなに学歴関係ない時代になってきたと思う。そうですよね。いろんな相談がうちに来るんで、はい、子供の進路についてとかね、やっぱり大学は行ってた方がいいと思うっていう、私たちの親の代ね、はい、私も娘いい年やから、はい、やみくもに大学行っても、そうですよね、目標がないとっていうのは、そうそう、なんか生きる力をつけられへんよね、はい、それやったら専門学校とか、はい、例えば IT 関連とか、はい、ただデザインができますとか、はい、医療の何かの資格とか、はい、取れるところに行った方が飯食える。そうですね、うん、やっぱりそういうところでこう自分のやりたいこととか技術とか身につけた方がっていうのを言われてますよね。そうそうそう、だから職場恋愛の場合でこれから時代が変わっていって、その自分が何をしたいかっていうことをちゃんと考えた時に、例えば好きな仕事を選ぼうって思うやん、絶対嫌いな仕事についてる人も世の中にはおると思うんだけど、でも探す時って自分が興味のある仕事探すよね。なんかケーキ屋さんで働こうとかね、だからそこで働いてる人ってやっぱそれが好きやからおるわけやから、基本的には気は合うと思う。確かに、例えば車系の会社のベンツの会社でベンツが好きやからベンツのところで働いてますっていう人もおるのよ、はい、その働いてる受付の子もベンツとか会社好きな子がやっぱ来るわけよね。車、それか話題としては。そうやね、ありますよね。だからあの社内恋愛っていうのは相手の性格が分かるんで、結婚した後のイメージも分かるし、頼りない人やったらもう結婚した後も頼りないけどそれでもええかと思って結婚するわけですから、まあ、うまくいくんじゃないでしょうか。そうですね、ということで、はい、はい、本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、チャンネル登録してください。ぜひよろしくお願いいたします。